倉敷市の伊藤市長が会見で明らかにしましたそれによりますと市は下杉中学校、下杉東小学校、下杉西小学校の3校を統廃合して2026年4月に義務教育学校を開校する方針です現在の下杉中学校に設置するもので校舎は改修して使うとしています設置されれば倉敷市で初めての義務教育学校です

8億1700万円余りの一般会計補正予算案を来月4日に開会する市議会で提案します。